岡県田川市の常慶雅則容疑者と妻の愛容疑者は去年11月、自宅で当時1歳で三男の唯雅君にエアガンを何度も発射し全治3週間の怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。唯雅君は翌月に死亡し、いきさつなどを捜査していた警察は2人が医師による診療を受けさせず重度の低栄養による肺炎で死亡させたとして保護責任者遺棄致死の疑いで再逮捕しました。死亡した当時の唯雅君の体重は平均よりも4キロほど少ないおよそ6キロだったということで、警察は養育の状況についてさらに調べています。警察の調べに対して常慶容疑者は置き去りにしたことはあるが低栄養かは分からなかったので病院には連れて行けないなどと容疑を否認し、妻の愛容疑者は黙秘しているということです。